さんこんにちは、わけのあれんです。さっきバスに乗った動画を上げたんですが、実はダウンタウンに行こうと思ってバス乗ったんですが、それがまさかの反対側に乗ってしまってて全然気づかなくて、でこちら見てください、全く知らないなんかダウンタウンの全く反対側の街に来てしまいました。なんて呼ぶのかもわかんないし、本当にここがどこなのか全くわかんないんですけど、とりあえずあの反対側にバス停が見えるので、その反対側からまた21番のバス乗ってダウンタウンに向かいたいなと思います。あのさっきバス乗って思ったんですけど、すごくバスの中あの捕まってないとすごい振り落とされてしまいそうで危ないんですね。なのでもしも皆さんがバス乗るときには200チャット用意して、前払いで払った後は何かに必ず捕まって、できるだけ奥の方に身を置いてください。手前だとすごい運転手の方が奥に行けとあの、まあ、注意されるので、払ったらすぐどんどん奥の方に行って捕まって、しっかり両手で捕まってくださいね。本当にあの 今までいろんなバス乗ってきたんですけど、あの東南アジアのミャンマーのバスは本当に難しくて、捕まってるの必死って感じなんですね。はい、なのですごくお金払ったらすぐ奥の方に、真ん中の方に行って、で地図で確認しながら、あここら辺だなと思ったらパッて降りちゃってください。はい、これからアレン の教訓というか、あの反省しているところです。はい、でこれからまたヤンゴンに向かっていきたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。